皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年12月6日、朝の6時55分、2つ目、今日も仕事あるんですけども、2つ目の撮影に入っています。最近琵琶湖の水位が低下しているということがニュースになっていますけども、それこそ琵琶湖の底にある、河川の、琵琶湖の、土砂のかき出し、いろんな山間部からいろんな河川が合流してきて、その本数は140本ほどの河川ということなんですけども、そこから流れ込んでくる土砂とかが結局ずっと長年、何百年もしくは何千年もしくは何万年、放置されていて今の形状になってるんですよ。北の方は、琵琶湖の北の方は、北湖、南湖という形で分かれていて、琵琶湖自体が。で、北の方は水深が、40何メートルあるんですよ。で、手前の方の、滋賀県から南の方の、ところは水深が5メートルぐらいなんですね。で、それはずっと堆積してきた土砂がね、こう溜まっていてそうなってるのであって、土とか、砂の部分は人間のスコップでね、滋賀県の高校生の人たちとかに、参加してもらって、運動部の人たちに、河川の土砂のかき出しを行ってもらうと、重機を使うのは論外で、河川の琵琶湖の水位が下がってる時こそチャンスなんでね、しっかりと、土砂のかき出しを行って、あと自分で持てそうなね、20キロぐらい、力持ちの人だったら50キロぐらいのものを持って運べると思うんですけども、そういう石とかも、撤去していくと。そうすることによって貯水量が変わってくるんですよ。貯水量が変わってきたら、琵琶湖から日本海への、地下水流トンネル発電に使用できる水の量が増えると。もちろん最終形態は琵琶湖に流れ込んでくる河川も河川水門開閉式ダム発電に変えていきます。そうすることによってその河川自体が貯水できる形になるんですよ。だからもうこれは数字が全然変わってくる。で、そういうふうなことを、早く政府の方たちで動いていただいて、で、これは、総理内閣、国会議員や各都道府県知事、市長、各議員の皆さん、地方議員の方たちも含めて、しっかりと、覚えておいてください。教育委員会も含めてね、早急にご対応のほどよろしくお願いいたします。今、琵琶湖の水位が、通常水位が海抜80メートルぐらいなんですけども、そこから、60何センチほど下がってる。もうすぐ70センチと言われてたんですけど、昨日もちょっと雨降りましたので、今どうなってるか分かりませんけども、ああいうふうに水位が下がった時こそほど土砂のかき出しが行いやすいんでね、この時こそチャンスだということで、しっかりと、書き出してください。そうすることによってね、とんでもない大雨の時に、やっぱり琵琶湖あふれ返ってるんですよ。で、その先の河川、から、京都に流れ出てる宇治川、途中でダムがあるんですけども、そこもダムも放水しなければならなくなって、淀川、そこ宇治川の先は淀川なんですけども、関西で一番大きな河川です。で、そこは京都府の、高山ダムだとか、京都府の、天石湖、日吉ダム、そういったところも放水していて、で、とんでもない水害が発生している。つまり水はあるんですよ。雨降った時に、大雨が降った時にね。で、その時にしっかりと貯水しておけばいいと。で、その時に貯水する時に琵琶湖とかをしっかりと、土砂のかき出しと行っていれば多くの水が貯水できていましたっていうことになるんですよ。だからそれを重機を使って行っちゃダメなんですよ。人間の手でスコッププラス、一輪車とか、それを三輪車とか四輪車に改造して、しっかりと運ぶと。琵琶湖から上げていくときに、その集めた土でね、坂作ったらいいだけなんですよ。一応そういうような方法で、それを重機使ったりとかしてね、土の坂とかを作って、で、重機とかトラック搬入したりされてます。
もともとの河川の工事、この間も見ましたよ、1年かな、1年以内だったと思いますけども、大体それぐらいの時期に、向こう側で見ました。藤田建設の藤田さんだと思いますね、フルスガラパークで課長されてた藤田さんが、その道から自分で作ったね、その土の道からね、降りていってた。で、横幅見たら分かるんですけども、まあ、トラックとか、そういうような形で、まあ、降りていってるんだろうなっていう。以上です。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。それと、チャンネル登録と、着信通知の設定と、着信通知の設定が分からない方は、身の回りに、方に聞いていただいて、もしくは販売店に聞いていただいてください。私からの、YouTube にアップロードしたときに着信通知が来ればね、しっかりと見落とすことがないように、チェックすることができますので、重要な内容をたくさん上げてますんで、ね、閲覧者数見てわかります。各都道府県や市長や地方議員や国会議員や、総理内閣、ほとんどの人が見ていないっていうことはよくわかります。その人たちだけで再生回数1000超えて全然おかしくないですから。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。誰かに任せたらダメですよ。全員がそういう状態でしたから。例えば、経団連の会長だった方だったと思うんですけども、まあ、テレビを見ていてね、僕からの心の声の方が喋ってる声の方で、総理が会いに来ればいいっていうことを言ったら、その通りって言って笑ってるんですよ。だから自分は関係ないよ。これ以上仕事増やしたくないよっていう、人だったんですよ。経団連の会長としての責任感がなかった。徳良さんじゃないですよ。徳良さんじゃない別の方だったんですけども、まあ、経団連の会長じゃなかったかもしれない、副会長だったのか、経団連のかなり名前の通ってる企業、まあ、もともと経団連はかなり名前の通ってる大きな企業の社長さんの集まりですけども、社長さんや会長さんの、だけども意識が低すぎる。自分たちが動かなかったら、末端の人間が動いたところで、何も物事動かないっていうことが全然分かってない。これが現実でした。だから、これを各党がね、各地方議会とかにも話し回して、彼が上げてくる、その YouTube のアップロードする内容をしっかりと着信設定しておいて、しっかりと聞きなさいと。こういうことをしっかりとお伝えしてください。僕から言わせたら、仕事サボってるようにしか見えません。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。さらにそれを公務員とか、まあ、国家公務員の人も含めてなんですけども、そういうふうに見るような体制、あと東証一部二部上場の会社の社員、特に正社員の人たち、しっかりと見て現場に伝えていくと。そういうふうなシステムにしなかったら無理だと思いますよ。本当に。話が出回らない。で、節約の方向に話が進まない。みんな、電車バス徒歩の世界にたどり着けない。そこまでたどり着かなかったらね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。